さあ今回もレシピ法デザスター進めていきましょう。さあ大災害となったね、家族経営はなんとかクリアしまして、次はダブルトラブルとね、大災害続きそうです。さあ次はまた経営していくんですけどね、なんかエリアを買っていくらしいというところで、まあ目標は前と違って収益を上げることみたいだね。ジャニーズとジャニーズというね、まあ双子、彼らを面倒見てあげないといけないみたいで、このジャニーズ、ジャニーズが辞めてしまうか、まあ解雇ね、間違って解雇をせばゲームオーバーと。敗北条件はかなりね、まあ簡単になってるように見えるんで、まあ区画を買うことを考えていくというところで、さあ来ましたね。さあ、激狭まずこれさ、ぶっ壊しちゃうんじゃないこの辺。これ動かして、じゃあそこいいんだってね。で、区画買うよってあるんですけど、あ、だからまずここ買って、例えばですけど、ここが一応そのお客がね、座る場所でしょ？なのですけど、まあ狭いし、ここも狭いし、トイレもないんですね。トイレを置く場所も置きたいので、厨房をね、めっちゃ奥に押し込みましょう。つまり壁はいらないと。壁どこかね。もうほぼ全部いらね、その辺は。いらないよと。あれ消せないね。ああ、そこは消せなくていいか。これが邪魔なんじゃない？この。これ。そう、そこでいいや。なんか、ああ、扉のせいかな、これ。あ、扉のせいだ。消せなかったんですけど。まあ、床はね、後で。帰るとして、まあ、こんだけ厨房ありゃいいよね。で、まず外観の壁とか合わせないといけないんで、これですか？これね。で、中の壁もいろいろ種類出ましたね。中どれですか？まあ、変えますか、じゃあ。いや、ちょっと違うな。あ、いいんじゃない？これ特殊なやつ。おお。カントリー風でいいですね、カントリー風で。和風かな？床。床は、そうですね。まあ、ここの、きめ細やかな木材でいきます。で、とりあえずここに石油とか並べていくんですが、まだお金5000円だよね、最初ね。全然使ってないんで、まあ、ここの目標は一旦、閉じましょう。区画を買っていくとかなので、利益を上げないといけないと。あとそうだね。メニュー見ましょうか。さあ、ヘビーメタル。というのは、鮭、まあ、鮭エビイカでヘビーメタルと、ほう、海鮮系だね。で、アトランティス、エビとか、スズキね。で、ベリベリ、ベリベリ、これマグロかな？小だら、小だら、ほう、小だら、手羽先、牛肉、お、何してんの？これは。で、魚とグリル、普通のやつ来た。これなんか変えた方がいいんじゃない？これ、グリグリとか。ね。で、次、潜水艦ね。統一感あんまないですね。で、海底のリブ感。あ、なんか、海モチーフが2つあって、なんか、あ、でもアトランティスも海だよね。ちょっと、ファンキーなやつが2つあってと。私決めたわけじゃないんで、ちょっと戦争の疑わないでほしいですけど、まあ、海鮮が主だね。全部に入ってるわけだ。オッケーオッケー。で、これ、コダラかな？コダラ結構使ってますね。コダラ多めに。ダイカーは6、エキストラバージョンオイルは3、ガーリック3、コダラ10だね。スズキ3かな？スモークサーモン3。とにかくもう登場回数が多いやつは6か10にして、あとは3でいきます。冷蔵庫もね、高いんで。バカにならないですからね。あとほぼ3かな？玉ねぎ多いから5にしとくか、6にしとくか。で、まずは料金を下げるか。これかなり割高になってるんですね。ちょっと下げましょう。まあ人気度は今回ないんですけど、まあ一応ね、変えることによって、まあ仕方ねえなと思わせますか。でも最初のやっぱ価格を見せた方がいいんですかね。最初全部100ドルにして、そっから下げるのかみたいな。
ちょっと下げたんで、ここにトイレを中に置いていくと考えた場合ですね、ちょっとまず先に厨房か。厨房こんなもんじゃない。おい、外観がそうなったのダッサ。それはダサいわ。とりあえずトイレを数個ほど置きますが、これですよ。新、まあ、スキルじゃないですけどね。まあ、ここは別に来てほしくないから、トイレってね、ちょっとこれでいけるんじゃないかなと。壁、そこは違う。どういう、最後に使ったやつになってんのか、これきっと。だよね。あ、そっかそっか。順番がおかしかったんだな。中が外の壁。めちゃくちゃだな。もういいか。いいよいいよ。あ、でも中も変えようかな。なんか違う壁の方がいいと思うけどね。で、多分壁いらないから消して、これですね。これはまずいか。これトイレ内分けるときだよね。じゃあちゃんとした扉でやりましょう。これでお手洗い置いたら、手洗えないじゃないですか。それこの辺に一旦置いといたら、どうなんだろうね。もうちょっと広ければね、そのまあ通路ってこことかに置いた、まあここかな、置いたりできるんだけど、まあ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 、悪くないんじゃない？だこの辺に席置いちゃいけないか。それで言うと、あ、でも、扉があるからいいよね。そんな気にしないでしょ。居酒屋的な感じですかね。テーブルはイタリアンではないかな。普通のテーブルで行きましょうか。ちょっとこの辺にね、まずじゃあ2席置きまして、こんな感じで22で行きます。でもう1個だけでいいかな、オープンなんてね。4人席ここに置きますか。あー、これダメじゃない、ここだな。手洗った人絶対見るけどね、これね。では開けられるんじゃないかなと。注文もしたし、あ、雇ってない雇ってない雇ってない。でも3人だよね。ちょっと2人見ます。さあ、ジャニス、ジャニスはこれか、サボリア、全く働かないことがある、料理は遅いし休憩が好きだよと。ほう、私の生き写しみたいなね。で次、励まし屋、周りの人を励まして近くにいるスタッフのストレスが軽減される。いいね。で迷惑、人を困らせる傾向があり、近くのストレス、スタッフにストレスを与えると。迷惑かけて励ますんじゃない。いや、まあまあ自分こいつだからさ、みたいな。自演行為になっちゃいますけど。で、ジャニースかな。ジャニース。パーティーモンスター。到着遅く早く帰ると。で、気が短い。近くのお客さんの忍耐力をそぎ、スタッフの態度も悪くすると。で、迷惑。おい、この双子を出せ、ここから。迷惑をせめて外せ、せめて。で、私はね、材料盗んでいくと。終わってるよ、この店。誰かまとめのやつ来てくれ、まとめのやつ。ただ、配膳2人できるんで、料理人、あ、いいね。フライヤーは嫌いね。迷惑、3人はきついでしょ。もう、迷惑の相乗、シナジーが生まれますよ、この中で。誰が一番かけるのかみたいな。リチャードでいきます。彼ね、配膳はできないんですけど、まあまだ9位の前、オーブンがあるからね。で、グリルとオーブンを任せて、コンロはできるよね、これ。得意なんだよね。この青いハートがよくわかんないんだよな。好きなはずだよね、確か。普通のハートでいいんじゃないかなと思うけどね。一人来ないんでしょ、これ多分。リチャードが、まず、オーブンとかですね。オーブン、オーブン、あれ？オーブンないわ。グリルとコンロか。グリルとコンロね。で、私がフライヤーと、これ掃除、あ、掃除嫌いになってるわ。変な設定しちゃったな。じゃあなんか適当に言っといて。一旦じゃあジェニスが接客しますと。掃除私できないんで誰がするからね。一
旦設定だけしましょうか、掃除の。55、45でいきます。掃除ね、リチャードはできなくはない、ジェニースは嫌い。ごめん、リチャードしかいないか、こうなると。いや、まだもう一人色隠し玉がいないけど、ジャニース。あ、ハートアーツ。ね、ついてはないですね。でもなければ成長するんでね。やらせることでもう、才能開花ですよ。よし、さあ、オープンしましょう。我々のレストラン。もう、こうね、道路すれすれまで出てますけども。こんな感じね。で、こうやって、あ、2階はないか。それ違うゲームだね。さあ、何が頼まれるのかよくわからないですけど、海底のリブ潜水艦アトランティス。でこれあれだよね、一人客も結構いるから、おお、いきなり燃やしていく。フルーツ氏が火を放ったと。さあ初日ね、オープン初日なんで、やっぱね、私も多分混乱してて、ドラッシャーは話してたんで大炎上してないね。あれ掃除しなくていいの、あれ。あ、一応いるか。あいつ組んだ一人、もう一人いる？いるね、いるわ。ん？あ、もういるよ。オッケーオッケーオッケー。どっちだ？あれ、かざしたら見れるか。接客第2を設定しておきます。あ、間違えたね、入れ替えた気がする。じゃあ大丈夫か。割り当てられてるんですかね。トイレはあります。あ、そこでトイレ、トイレ、どう手洗える。それ同じ部屋にあった方がいいのかなっていうのがわからないんでね。まあ普通同じ部屋にないもんね、シンクなんてね。いけると思うんですけど。あ、すぐ掃除した。おー、低い。あ、122。もう致命的。あ、レシピ。油で揚げた大洋ガニが全員欲しかったと。その愛好家ですか？愛好家の方々ですかね。わかりました。料金は、多分これね、新しくやったやつの方が低いんですよね。ちょ、編集しましょう。我々もね、ちゃんとプライドがありますから、何か使わせてもらいますよ。で、これ中に入れられるんで、チリパウダーを中に入れると。こんな感じね。で、なんだっけな、ベリベリとか、なんか、ロックノールみたいなのあったんで、よし、エンマダイオフライでいきましょう。まあ、他とのね、関連性ほぼないですけど、海で攻めた方がよかったか。ダイオウが海ね。ダイオウイカ。じゃないけども。OK。まあ、またね、来ると思います。新しいメニューは。まず私が1炎上させたんで、ちょっとね、反省しないといけないかな。一応3席あるんで、ぜひね、来てみましょう。ここやばい、ここ。あの炎上の場合、めちゃくちゃ暑いからね、そこにいた場合。パフォーマンスかなって振り返ったら燃えてますからね。さあ、手際よく料理したよっと。ナイス。さあ、最初はね、好きな料理出てくるから、あ、これだ、これ。オッケーオッケー。あと、ここの敷居ですね、ストレスね。これが、なんか上がってるときは給料足りないとかあるんで、対処するよと。さあ、トイレな、終わって、手を洗うのかなと。洗わないね。あれ、大丈夫あれ。料理が、好きな料理がない。なぁ。あれあ、まだあれか、届いてないのかな、材料が。メニューにはあるはずなんだけど。ナスが足りない。すじこか。あ、チリ、あ、チリパラそうだ。自分で追加して、注文しないと。雨なんか初めてな気がするなぁ。君の好き嫌いどれ？鈴木 RR？ どうした？見た目が最悪。ジャニスは丁寧だった。あ、配膳はいいのよ。料理か。ちょっとまだ多めに見てほしいね。
まあ、まだ進めよう。みんなの経験を積ませないとね。最初はとにかく破綻しないようにやっていかないといけないんで、まあ、この2人が辞めちゃいけないってことを考えると、給料をうまく、ちょっと待って、フルーツ違う。このレッスンを気に入っちゃいない、材料が足りない、テーブル空っぽ、お金も入らないと。経営者的な目線がね、材料不足。あ、頼めなくはないな。何が足りないんだろう。全体かな、ちょっと上げてみます、じゃあ。新しくできたメニューがあって、ちょっと足りなくてっていうね、不満ですが、あれはいただいてたと思うんですけども。全体的にじゃあ、ね、増やしてみます。これが入るかわかんないけど、コストがね、増えるんで。あ、チリパウダーか。業者も当日やられてもしょうがないですよね。チリパウダー今からお願いします。キロ単位で。オリーブオイルも足りない。あ、でも届いた届いた。ちょっときつそうですね。初日はこれは失敗かな。まあまあまあ、料理がないのはしょうがないですからね。料理かな。エンマダイオフライは、気がしたと。オッケーオッケー、明日明日。解散解散。さあ、今日はね、まあ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 、半分何かその悪いとかではないんで、まあ中立がね、2割くらいいてくれてるんで、まあ全然。まあこれがね、こっちにつけば、中立票がこっちにつけば全然ね、過半数取ってますから、単独過半数、勝利ですよ。で、まあ初日なんでお金もしょうがないね。使ってますと。で、ちょっと仕事なんですけど、まあ、ジャニースはまあ掃除がやっぱ多くなっちゃってるかな。まあ仕方ないね。まあ、ジャニースが裁けないほど仕事来た場合に配膳につくくらいで、基本はやってもらって、料理はまあ主にね、ずっとオーダー受けてるんで、ちょっともう一人いた方がいいかもしれない。この感じだと。休憩する暇あるのかなと。アトランティスが収入源ね。ちょっとそれをベースに作る。アトランティスベースに作ろうか。なんかないのかな、そのコピーというか。スジコ。エビとスズキとスジコ。オーナーに揚げてるフライヤーが、あ、両方ね。何これこれ何これ。エビとスジコ。どうしよっかな。先にレシピ名だもんね。アトランティス。海の遺跡だよね。沈んだ大陸。ってことはさあ、インディ・ジョーンズです。インディ・ジョーンズ。どっちかなんかね、鈴木だっけな、好きっていうのあったね。鈴木の、あれ入らない、鈴木が。鈴木をあげるんだっけな。鈴木あげるのを、ダイオガニ、鈴木あげてダイオガニも確かあげるだよね。こうやって一緒に、あ、一緒にやられるよね、これ。一緒にあげるよ、と。これ消せるね、オッケーオッケー。これどう？で、味付けはですね、テックスメックスカリオ。ナス、ナス。ナスって何？調味料なの？その他か。パセリでしょ？違うかな。醤油。なんか醤油嫌いいたよね、前ね。鶏ガラ、クミン。エキストラバージンオイル。あ、これかな。オッケーオッケー。インディ・ジョーンズ行こう。インディ・ジョーンズ価格は、まあまあ、しょうがない。ちょっと上げますか。35でいきましょう。よし。いや、でも、まあちょっとオープン価格ということでね、35に向かっていきましょう。で、まあ、まだ人気ないんで、このまま開けます。で、今日は、何もやんなくていいようにして、まあ、備品はね、あったたにやらずに、利益出るかをチェックね。で、これいらないんじゃないかな、真空。手洗ってなかったよね。ね、手洗ってないならいいんじゃないかなと。まあ、だからね、コロナが広がるんですよ。で、フルーツチーだけちょっとこれね、考え方のせいで、材料不足がまだいってるな、こいつ。ちょっと待って。まだ足りないの？だってもう貯蔵限界になっちゃうんですよ。
そんなに言われましてもね。あ、この黄色いやつが足りないってことだよね。つまり。そういうことでしょ。下の白いとこが足りててってことじゃないの。この棚が、あーで、まだ大丈夫大丈夫か。ギリギリまで詰め込みましょう。これ何待ち？お、どうした？はい、対応します。私は業界で5年以上の経験を積んできたと。おー、で、時給が2ドル。ほう、採用しよう。まずチェックだな。私はプロが、あ、333来た、333、全部いける。パーティーモンスター、オッケーオッケー、全然。目つぶりよ、そんなもんね。君だよね。ん？こいつか。一応、すべてのサブ。スーパーサブ。掃除もいけるよと。掃除もスーパーサブ。オッケー、いいやつ来た、いいやつ来た。ナイス。まあ、他のね、場所に入れてもいいしね。客が来ね。ど人気。ひどい状態だ。エンマダイオフライ、すごく美味しかった。よし。そのね、その見出しでね、こう、印象をね、強くしようなんていうのはちょっと良くないですから。あのレビューはちょっと減点かな。汚いな。ちょっと 55% にします。こっちは 60% にしようか。掃除ばっかっていうのもね、士気低下になりそうなんで、気をつけたい。このまあ全員のね、この左のステルスバー、これすべて見ていきたいなと。トイレと。なんかこ、なんで囲ってんの？あ、もう掃除ね。すぐ掃除。よし、これはちょっと上向いたかもしんないね。ジャニスはすごく早く対応してくれたよということで。ジャニスはね、もう接客ができるんだと。とにかく。まあまあ、迷惑かけてね。すぐ来ないし、すぐ帰るし。ねえ、ひどいですけど。燃えてるよ。また私か。フルーツ氏は火が始まった調理中にそんなパフォーマンスが低いと。疲れてたとかではないよな、とはいえ。休憩挟むか。やっぱその部屋のその綺麗さと、あと多分敷居もあるんだろうね。一回済ませます。タバコでも吸っておいで。客が全然埋まらん。4人客まで対応できるから、一応全、どんなね、そうでもいけるんですけど。やっと茹で終わった牛肉の切り身がメニューに入ってくれた。見た目が最悪、ベリベリ美味しくなかったと。ほう。前後とね、候補者で。書いた人変わってんじゃないかなと。誰ですか？ウェイターをしていて気づいたら52だ。まあそういうことだよと。やめておこう。気づいたら52のウェイターやめておこう。何に気づいたんだろうね。52について気づいたのか、ウェイターのことに気づいたのか。もしかしたらウェイターって知らなかった可能性もありますからね。さあ、ジェニスのレベルアップで、このスタッフが接客するとお客さんが上乗せ支払ってくれると。来た。お前どっちだっけ？ベースの方だっけ？ジェニスとジェニースね。あ、ジェニスの方だ。お、来た来た。じゃあ、上乗せよう。オッケーオッケー。じゃあ、メニューの価格下げれんじゃないかな。チップを切れるんでしょ？チップはあいつに戻っていかないからね。店員へのチップが店に入りますから、もちろん。もちろんね。ここではそういうね、ちょっと資本主義的な一人勝ちは許されないんで。なんかトイレの時間に差がありますね。まあまあ、個性差だから、そこも。あ、トイレ足りなかったんで、今。そんなトイレ帰るのにする？ね、ここ、そんなトイレ行っちゃるいのかな。さあ、なんでしょうか。ジェニスはよく対応してくれたよと。はい。え、もう終わり？嘘。嘘。赤字じゃない、こんなの。いや、エリア拡張のためにお金がいるんで。さあ、一応コメントに一番多いのは、ジェニスは対応が良かったと。ジェニスは丁寧だった。これはちょっと綺麗だ。オッケー。で、まあ一応ポジティブ 63% になったんで、これ回転の兆しで、今日13度の利益と、うん、まあ、バイトした方がいいんじゃないかなと。フルーツ社この店を畳んでバイトする方が儲かると思いますと。エンマダイオフライ人気だね。あれ？アインディ・ジョーンズ今頼んだったよ。
ちょっと一人席作ってみようかな。案外重要あんじゃん、一人席。はい。ちょっと遠いけど。まあ、やっぱ遠い方がいいよね、一人席なんて。ジャニス入れて。やっぱね、まあ今は一人席がね、増えてきてるんで、まあ一人席専用の焼肉とかあるから、なんかね、仕切り置いてやったらいいんじゃないかなと。そういうブースも作りたいね。まあただ、埋まらないんですけど、さあ一応ね、再確認。今回の目標ですね。はい、行ったね、あそこね、一人席。まあ区画を2つ買うは簡単だね。問題はこの8人同時にテーブル席に座るなんで、まあ、これはね、8人っていうのは別になんか、4人席、4人座ってるが2組じゃなくて、8組っていう感じなんで、まあ結構大きくしないといけないと。で、1日に1200ドル稼ぐってあるんで、これがかなり厄介な感じが、長期的に、まあ、ジェニス、ジェニースをうまく使いながら稼いでいくよと。だまず、フルツチのこの各種スキルのレベルアップと、あとは素晴らしいね、その、なんて言うんだろう、シェフか、の、お墨付きをね、得たいと。だフルーツしか料理するんならお金は支払うよっていうのが欲しいわけだね。で、働けて嬉しい、元気いっぱい。レストラン気に入っちゃいない。一番多くもらってるよと。リチャード。リチャード一番多いんだ。あ、一人席人気ありますね、これほら。どうした？はい、倒して。まだ16歳ですが、手に職をつけておきたいんです。あー、それはね。それは全然いいと思うよ。カール君。給料交渉しよう。なんだよ。な、上がった上がった。やめておこう。16のくせに。生意気だな、あいつ。あれ、ほんと16か ?36 の間違いじゃないのか ?36 で初めて社会経験積もうとしたんじゃないの、あいつ。ちょっと休憩しましょうか。あれダメだな。ちょっと対応してくれないね、これだと。あ、対応したとか、よかったよかった。いやー、客が来ないね、やっぱり。こんなに来ないか。店の拡張をちょっとするように大きくしてね、やってるんだけど、なかなかそんな余地はないかなと。扉の開け方おかしいね、これね。片方押すと片方逆に開くんだね。片方押すと片方は引かれると。まあ燃えてますけど別にいいです。ジャニス、ジェニスだよね。ジェニスの対応はとにかくいいと。料理が追いついていかないね。オッケーオッケー。まあつけつけ。さあ、私が作ったね。インディ・ジョーンズ。お、いいね、インディ・ジョーンズ。ヘビーメタルも人気だね。何なのかよくわからないけどな。なんて作ろっかな。ヘビーメタルか。ガールズバンドですよね。可愛らしい。ってこと考えるとガールズバンドか。シシャモかな。ガールズバンドの中では好きなんですよね。とりあえずメニュー開発をしたいんですけど、あ、これはバター。バターってなかったよね。スモークサーモンあげる。スモークサーモンっていう、もう、ほぼ出来上がってそうなものをあげた上でバターで。何する気なんだろう。バターと共にあげるんですかね。バターを別で入れるわけでしょって。バターを一緒にあげる。バターであげる。そんなことしたらもう、大爆発するんじゃないですかね。バターを別で用意して、スモークサーモンの油で揚げたフライだよね、つまりね。スモークサーモン、サーモンフライ、バター乗せと。オッケー。一応完成しました。シシャモです。まあこれを、揚げて、バターは焼くというところで。まあ価格もね、非常に抑えめでして、いいんじゃないかなと思います。まあ、あの人の好みにドンピシャなんで、もうね、素晴らしいんじゃないかなと。オッケーです。バターもほんとあげた方がいいのかな。バターあげるどういう状態なんでしょうね。消えると思うんですけど。別作業だよね、多分。まあもうそこは分業していただいてね。
注文されるかな、シャモ。さあ、レベルアップ。頼むよ、みんな。こいつは対応なんで、ミシュランシェフではないよと。休憩中にストレス量を減らせるか、他のスタッフと一緒に休憩すると元気になる。まあ、おしゃべりさんかな、君は。好きにしてくれ。やめなければなんでもいいです。とりあえずみんなのストレスが上がってないことを確認してね。ほんとここ見ていかないといけないんで。で、一人ね、ちょっと火炎放射スキル、火炎放射じゃないね。超火器スキルが欲しいね。まあ、火炎放射器スキルあってもいいかもしれませんけど。消火が早い方がやっぱ有利なんですよ。ん？上がり始めた、上がり始めた。どうした？あー、大丈夫ですね。そこは敏感に。さ、ベリベリ。魚とグリル。既製品だね。あとは順調にね、上がってきてます。まあ、最初失ったね、信頼を取り戻したかなと。いうところで。さあさあさあ、大丈夫。これ、ね、結構角にあるんで、お客さんには見えてないからね。ベリベリはまずかったと。そうでしたか。知らない。携わってないんで知らないです、そんなものはね。ちょっと休憩させよう。まあ、積極的な休憩時間、これ重要だね。これはジャニス来たね、これ給料だね。あ、じゃあ休憩量の居心地悪い。はあ、ここか。ゴミがあるからかな、きっと。ちょっと客もその辺考えてんじゃない、もしかしたら。客何も考えてないんだよね。チームが小さい。保管料の空きが足りない。私だな、きっと言ってるのは。あれ、もう閉店した？それ以上の、あ、冷蔵庫いっぱいじゃないですか。買いましょう。ちょっとじゃあここまでかな。いや、なかなかね、大変そうなミッションです。まあ、ポジティブは高まってきたんで軌道に乗ってきたかなと。まあ、次はちょチーム拡大、エリア変えるかって微妙だけど、買うだけならいけるんで、まあ、広げると、まあ、5000ドル最初あってね、ちょっと広げただけでもう2000ドル切ってたんで、かなり拡大にはお金がかかるというところですよね。